先輩の家、向こうですよね。この辺でうどんでも食っていこうと思ってな。あくまでもついてこようとしている。何か魂胆があるのか。ちょっと助けてくんない？私。ねえ、兄貴を追い払ってくれない？どこに行くのもついてくるのよ。妹は本当に危なっかしいんだ。絶対に俺がいないとダメだ。通りすがりの僕がどうしてする？そういう話はぜひ自宅で。別に危ないことなんてしないし。どっちもどっちなのでは？待て、俺こそが。そういう話はぜひ自宅で。いい加減にしてよ。僕は何をしているんだ。私の目はごまかせないよ。あんた無類のうどん好きだろ。うどんの気分って顔してるね。さあさあ、うどん食べていきな。いえ、特にそんな気分決めつけないでもらえますか。お腹空いてません。どんどんうどんの気分になる。すみません、早く帰りたい。天かすとわかめはサービス。お腹空いてません。うどんの気分じゃないです。うどんの気分じゃないです。ちゃんぽんの気分なんです。食べれば食べるほどお得だよ。僕は何をしているんだ。私の目はごまかせないよ。あんたうどんの気分って顔してるね。さあさあ、うどん食べていきな。いえ、特にそんな気分では。決めつけないでもらえますか。うどんの気分じゃないです。うどんで決まり。そうだろ。すみません、早く帰りたい。仕方ないね。お腹空いてます。飲み込んじまったよ。天かすとわかめはサービス。うどんの気分じゃないです。食べるというまで苦さがいいよ。ちゃんぽんの気分なんです。なんだって、他の麺類に負けるなんてショック。得るものはあったか。昨日はちと焦っちまったが、続きをやろうぜ。遊ぼうぜ、桜崎くん。またお前らか。今日はそんな気分じゃない。どっか行ってくれ。そんな釣れないこと言わずにさ。話が通用する奴らじゃないか。ここは逃げるか。桜崎先輩、逃げてもまた同じことが繰り返されるだけですよ。ぶちの何？ただし喧嘩じゃなくて、先輩の身体能力を使ってあいつらを出し抜くんです。身体能力で出し抜くだと？それが僕らのバトルですよ。調子に乗るんじゃねえ。昨日の借りを返してやるぜ。相手は社会のゴミです。ぶちのめして掃除をしましょう。いいんだな、徹底的にやるぜ。大人として恥ずかしくないですか？くらえ。吹っ飛べ。舐めてんじゃねえぞこれ。僕はあなたたちとは違う。邪魔だ。ぶっ飛ばすぞこれ。今時そんな格好ですか？くらい。まだまとめて病院送りにしてやれ。警察を呼びますよ。あっとあっとこれ。ほらよ。大人として恥ずかしくないですか？オラ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 。おねんねしな。僕たちはこんなことじゃダメなんだ。調子に乗るんじゃねえ。昨日の借りを返してやるぜ。相手は社会のぶちのめして掃除をしましょう。いいんだな、徹底的にやるぜ。ぶっ飛ばすぞこれ。ほらよ。くらえ。ほらよ。まとめて病院送りにしてやれ。今時そんな格好ですか？ますぞ。ほらよ。僕はあなたたちとは違う。僕はあなたたちとは違う。まとめて病院送りにしてやる。俺の蹴りを食らえ。僕はあなたたちとは違う。ほらよ。おねんねしな。警察を呼びますよ。俺の蹴りを食らえ。なめた戦い方しやがって。得るものはあったか。覚えてやがれ。次に会った時がお前たちのファイナルだ。言っちゃいましたね。まだちゃんとぶちのめしてないのに。あんな大人にはなりたくねえな。先輩はなりかけてますよ。はあ？あいつはっきり言いやがって。そんなないはずだろ。サッカーきったね。いつからあんだこのボール。よし始めっか。さあ野球ファンの皆様、放課後のショーの時間です。さあ決めるぜ。いい場所にくれよ。俺のファンを喜ばせんとな。いつも思うのだが、俺たちは野球部なのにサッカーでファンサービスってなあ。まあいいじゃん。この学校じゃサッカーボールの使い道それくらいだし。はあ必殺天空サンダー。ああ痛い。今日も受けてるぜ。俺らの注目度も安定だな。うっとおおうっとなんだよこれ。あれは野球部だ。あいつらは午後になると校庭でパフォーマンスして人気取りをする。でもこの学校でサッカーは。後輩、この学校にサッカー部がない理由を知ってるか？確か発端は5年前の事件。学校側は問題を起こしたサッカー部を廃部にすることで事を収めた。そうだ、以来この学校でサッカーは人権をなくした。奴らはサッカーを笑い物にしてこき下ろしてるだけだ。あれはサッカーじゃない。あら？おお、桜崎か。悪いな、こっちに蹴り返してくれ。ここにサッカーはない。だから僕はここに来たんだ。稀に子供に見られる先天性の心臓疾患です。今後は走ったりするような激しいスポーツは控えていただくことになります。僕は何ともありません。サッカーできます。このデータを見る限りそれは控えた方がいいでしょう。でも安心してください。日常生活にはほとんど支障がありませんから。データを見る限り。データ？なんだそれ。そんなもので僕からサッカーを奪うの？うわあ！ある日突然僕の前からサッカーが消えた。サッカーを忘れるためにここに来たんだ。だけど許せない。先輩は許せるんですか、こんなこと。サッカーが大好きで一日も練習を休まなかった、そんなサッカー少年だった桜崎先輩は許せるんですか。先輩！俺にはもう関係ない。サッカーはやらないと決めている。どのみちこの学校でサッカーは禁止されている。ふざけんなよ。何？やらないと決めた。禁止されている。親の敷いたレール。先輩の前にある壁はどれだけのものだって言うんですか。先輩は自分の境遇とガチで戦おうとしたことありますか。僕は探した。僕がサッカーをする方法を。病気の本もいっぱい読んで、ネットだって探した。泣いてわめいてもがいたんだ。もうダメだった。どれだけ努力しても僕がサッカーをしてはいけないという事実は変わらなかった。だから忘れようとしてきた。忘れようと努力してきた。先輩にはあるじゃないですか。風のように走れて強烈なシュートが打てる足。先輩にはやれる。先輩はまだサッカーがやれるじゃないか。くださいよ。いらないならくださいよ。先輩のサッカー僕にください。僕がサッカーをするから。いらないならくださいよ。おい桜崎、いつまで待たせんだよ。サッカーはサッカーはそんなんじゃない。ここは俺の出番だ。俺は父さんに一度だって口答えをしたことがなかった。支配されていたからじゃない。俺自身が選んでいなかったんだ。だから今俺は俺の道を選択する。はあU15 スプリング杯第1回戦、雷門中対北陽学園です。フットボールフロンティアの前哨戦ともいえる本大会ですが、不動の王者雷門中が今年も大会を制するのか注目ですね。そうですね、北陽学園も九州の強豪としてめきめきと実力を伸ばしていますからね。お、選手たちが出てきましたよ。空宮、雷門はどうだ？っていうか最強の敵ってなんか無性に上がりますよね。ああ、今日ここで時代を変えるぞ。はい。アイホンもここで泣けてきた。今日も楽しみだね。作戦はどのように？いつも通り蓮くんに全部任せてある。さーて、注目の大型新人どう動くのかな。無敵の雷門に九州の新鋭北陽学園はどこまで迫れるのか。北陽は去年1年生ながら存在感を見せつけた空宮聖を中心にチームが再構成され、相当パワーアップしているようですよ。タクティクストライダイブ来るぞ。パーフェクトサッカーの北陽。合理的な教育プログラムによって各選手の戦術眼は極限まで高められている。さらに個々の選手の能力は極めて高く、中でも空宮聖は群を抜く。へえ。稲妻11、今日の格言ありますか？自分の境遇とガチで戦おうとしたことが。以上。サッカーのない南雲原にサッカー部を作る。入学早々に学校のタブーを破ってしまった僕は思ってもみない方向へと歩き始めていた。次回「稲妻イレブン英雄たちのビクトリーロード」、どん底から最高へ。